こんにちは、ズリイチです。ベストセラーになる書籍にもよく使われる〇〇が9割っていうタイトル、話し方だったり見た目だったり仕事ができる人の習慣であったり、9割のことが結果を生み出す要因になっていることって釣りにも当てはまるのではとふと疑問に思った瞬間があります。皆さんは釣りは〇〇が9割の中にはどんな文字を思い浮かべましたか？インスタグラムの返答機能を使ってフォロワーの皆さんに送ってもらったものの中には、運であったり、忍耐であったり、場所であったり、また楽しむであったり、それぞれが重要だと考える要素が知れて、とっても考えさせられる返答が多くありました。その中でも、これはと思った回答はタイミングです。釣りはタイミングが9割。この日も余った磯目を持ってフラッと堤防へ立ち寄ってみると、このタイミングに出会えた瞬間でした。1投目で来たメバル、ちょっとこれから撮影しようと思います。シルエットに磯目、だいたい20センチぐらいのメバルが釣れました。よし、どんどんやってみよう。シーズンが来た。あ、来た。やった。これもメバル。よいしょー、やったー本日2匹目、結構いいサイズ。20センチ超えたかも。いったね。うん、多分20センチオーバーのメバルです。短時間で2匹目、やったー。来た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 。足元に垂らしたら来た。よいしょー、あ、ちょっとこれ測ろうかな。すごい大きいかも。ちょっと何センチかな。本日3匹目のメバルは22センチです。すごいいいサイズ、嬉しい。やった。
来た来た来た。せーの、よいしょー。お、これもいいサイズ。20センチオーバーだな。本日4匹目のメバルいたね。これもサイズ測ってみよう。今日アベレージ22センチぐらいかも。あ、これは22だな。これも22センチのメバルでした。やったー。今日はすごいいいサイズばっかりです。嬉しい。せーの、よいしょー、やったー。メバル、本日5匹目のメバルです。ちょっとサイズはちっちゃね。本日5匹目のメバルは多分20センチぐらい、19から20センチぐらいです。5匹目、嬉しい。気温や水温、潮回りと釣りにはチェック項目がたくさんあるというのは、釣りを始めてから学んだことで、潮汐表を見て地合いの良さそうな時間帯に堤防へ行くことがほとんどですが、今回のようになんとなく堤防へ行ってお試しでキャストすると連続ヒットするなんて場面に出くわすこともあり、魚と出会えるにはタイミングが重要だと考えさせられる結果になりました。また釣りは楽しむが9割の考え方も私のスタイルに合っているので、これからも楽しむを 100% で進んでいきたいと思います。魚が釣りやすくなるゴールデンウィークの予定に皆さんもぜひ釣りを楽しむを組み込んでいきましょうね。久しぶりの大量フィッシュ。今日はこのメバルを新玉ねぎと一緒に料理をしていきます。こちらの中ぐらいサイズのメバルはシンプルな塩煮にして、大きなメバルは新玉ねぎのサラダと一緒にカルパッチョにしていきます。
ネギとメバルのカルパッチョとあっさり塩煮の完成です。